皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。今日は小学校4年生の算数、何十で割る計算、余りがある場合について説明したいと思います。例の70割る30というこの計算ですね。前回学習した通り、0を1つずつ取ってね、考えますよね。7割る3と。でもこれ0が隠れているんで、10の塊が7個ね、10の塊が3個というふうに頭に置いておいてくださいね。そうすると2余り1という答えが出ますけれど、この1というのは10の塊が1個余ってるよということなんです。ですから70割る30の答えは、小は2でいいんですけれど、余り10なんですね。ね、ここで0を1つずつ取って考えてあげて、小が出て余りが出たら、余りの部分には隠しておいた0を書いてあげますね。戻してあげます。こういうふうに考えて答え、余りの部分を求めていきます。ではこの考えをもとにして練習の8問、一緒にやってみましょう。まず括弧1、90÷20、考え方は9÷2ですよね。と2が8、余り1ですけど、この余りの1というのは10が1個余ってるという意味なので、余り10ということですね。こうなります。270÷40、考え方は27÷4となります。と4624、余り3ですけれどね、3の後ろにここで隠した0を戻してあります。ですから答えは6余り30ということになりますね。括弧3番、420÷50、これ42÷5で考えますね。と580で余り2ですけれど、余り2ですけれど、2の後ろに、0を戻してあげる、ね、このことを忘れないでくださいね。括弧4番、600÷90、0を1つずつ取って60÷9で考えます。と黒く54、余り6ですけれど、ね、この6の後ろには、ね、隠した0を戻してあげると、こうなりますね。650÷70、考え方は65÷7ですね。で7963、余り2ですけれど、これは10の塊が2個なので20という、余りは20ですよと、9余り20というのが答えになりますね。6番、510÷60、考え方は51÷6で考えますね。6848、余り3ですけれど、余り3、隠しておいた0を戻したねと、答えは8余り30になります。さて次ですね、7番、330÷80、考え方は33÷8で考えます。と8432で余り1ですけれど、1というのは10の塊が1個余っているということで、4余り10というのが答えになります。括弧8番、190÷30、考え方は19÷3で考えるんですね。でサブ68、余り1ですけれど、1の後ろに隠しておいた0を戻します。で答えは6余り10ということになるということですね。このように何十で割る計算、考え方は0を隠して考えるんですけれど、余りの部分は、ね、隠しておいた0を戻してあげる、ね、このことを忘れないでくださいね。皆さん今日もね、最後まで見ていただいてどうもありがとうございました。
皆さんはどうぞこの動画を参考に教科書やドリルの問題に取り組んでください。ではまたお会いしましょう。さようなら。